物流改善教室をご覧の皆さん、こんにちは。株式会社貫通の川田です。皆さんは初めての作業をするとき、言葉で説明されたけど教えていただいた人との認識が違った、メモを取り間違えてミスをしてしまった、合っているのか不安で作業スピードが遅くなるというような経験はございませんか？このような状況はあらゆる業界で起こりうることだと思います。もちろん物流業界でもこのようなことは様々な場面で起こります。貫通ではこのような認識の違いやミスを防ぐためにある工夫をしています。今回はその工夫についてご紹介していきます。それではレッツゴー。貫通では認識の違いやミスを防ぐために、どの物流作業においても見本を持って作業を行っています。例えば梱包作業にも見本を表示しています。手順や注意点、完成見本の写真を貼り、その見本を見ながら梱包できる仕組みにすることで、初めて作業する人でも迷わず同じ品質で梱包を行うことができます。よりイメージしやすくするためにペットボトルを例に挙げて考えてみましょう。例えばペットボトルが完成する工程の中で、キャップの設置、ラベルの設置が発生するとします。青色のキャップをつけるのか、赤色のキャップをつけるのか、幅の短いラベルをつけるのか、幅の長いラベルをつけるのかによっても完成の形は変わりますよね。この青色のキャップをつけるのか、赤色のキャップをつけるのかといった情報を聞いてメモを取り、そのメモを見ながらペットボトルを作るのと、完成の見本写真がありその通りに作るのとでは作業品質やスピードが大きく変わります。完成見本があることでパッと見のイメージのしやすさも違いますし、メモの取り間違いで間違った作業を行うといったミスを防ぐこともできます。見本を作成して完成形はこれになりますので、こういう手順で最終の形がこうなるように作ってみてくださいという教え方をすることによって、認識の間違いによるミスを減らし、初めて作業する人でも同じ品質で作業ができるようになります。貫通のある現場では梱包を行う際に商品別に細かく指示があり、都度責任者へ確認する時間、悩む時間と手間が発生していました。それを細かく商品ごとに分けて梱包フローを作成し、梱包台に見本を貼ることで、作業中にどういった梱包方法にするか確認する時間や手間をなくしました。この改善により1日100分かかっていた出荷作業の時間が50分にまで削減されました。このように貫通では作業品質の向上、生産性の向上のための改善を日々行っています。貫通では商品の保管から発送までを行う委託型物流アウトソーシングサービスの提供も行っております。正確な出荷や梱包なら私たち物流のプロにお任せください。概要欄にサービスについての URL も記載しておりますので、物流にお困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てれば嬉しいです。もしこの動画が良かったら、コメント欄への感想や高評価、チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でもお会いしましょう。さようなら。ハクさんもともと現場にいらっしゃって、はい、結構でも営業部長くってあまりたまに行くぐらいでしたね。はい、現場から移動して 2,3 年になるんですけど、やっぱりたまに現場に入ることもあって、その現場に行っても見本があるので、作業スムーズに作業することができるなと今日喋ってて改めて感じました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。